はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、カナディアンクラブの12年、カナディアンクラブ、クラシック12年です。久々にカナディアンウイスキーでも飲もうかなと思いまして、カナディアンクラブは以前飲んだことがあるので、ちょっとね、高めの12年ですからね。こちらですね、12年。多分、ウイスキーの中で12年で、ほぼ最安レベルのね、お酒です。あと12年で2000円ぐらいの竹鶴の12年、もう終売しましたけど、あれぐらいですかね。これ1800円で売ってました。原材料がグレーンとモルト。容量が 750ml。アルコール度数 40%。これサントリーですね。ね、箱付き。ね、箱付きのウイスキー初めて買いました。いやー、ね。よし。それでは。箱付き。すごい高級そうな、ね、箱ですけども。まあ別に箱付いてなくてもいいんですけど。はい。こんな感じです。おー。ね。カナディアンクラブ。カナディアンウイスキーか。本来ならカナディアンクラブの普通のやつと、もう買ってちょっと飲み比べしてみたいんですけど。うん、まあね。また、来月の、いや、今月の、あれか。給料日になったら買うか。12年か。でも、竹鶴の12年、今まで飲んだ中で、竹鶴12年はまずかったかな。まずかったというか、別に。あれ、人気高いはずなんですけどね。まあ、そこにもあるんですけど。まだ飲んでない。飲み終えてない。ね。じゃあ、カナディアンクラブ。ね。お!硬い。よいしょ。ね。とりあえず、ストレートで、いただきたいと思います。やっぱ、ね。よし。そんじゃ、乾杯。うん。あれ?なんか、カナディアンウイスキーって、もっと、匂いが、甘ったるい、気がしたけど。そんなでもない。ああ。あれ?あれ案外普通ですね。あれ俺カナディアンクラブ飲んだ時、もっと甘っていう香りと、まあ味は普通でしたけどね。とにかく香りがものすごく甘かったのが、記憶に、新しいんですけど。うん。全然おとなしくなってる。で、味の方は、あんまり個性がなくなってるね。うん。普通のジャパニーズウイスキーと、味がほぼ変わんないんだけど。カナディアンクラブ12年でググってみましょう。あ、カナディアンクラブのブラックラベルってのがあるんですね。これがなぜか4000円もします。高っ。そんで、12年があって、20年っていうのがあるみたいですね。これが1万5000円。うん。ライ麦由来の華やかな香りと、どこまでも柔らかな、滑らかな、味わい、そして柔らかさの中に芯のあるコク、
絶妙なバランスが醸し出すカナディアンウイスキーの理想形です。そうですか。あ、ちなみに普通のカナディアンクラブ。これでもね、6年熟成っぽいですね。普通のカナディアンクラブでも、6年以上のカナダの長い冬に育てられたって書いてあるから、6年以上熟成されてるんですね。はぁ。すごいですね。1000円で6年のものが買えるんですね。カナディアンクラブの普通のやつ1000円ですよね。安いなぁ。個人的に、ストレートで飲む限りは、別に、コクというのも、深みもそんなに感じないですね。これはちょっとよくわからない。まあ、癖がない感じなんだけど、別にそこまで癖がなくもないし。それなりに、癖は、あるかなと思うんですけど。ライ麦由来か。これはまたロックとかで飲むと違うのかな。ちょっとわかんないですけど。で、そうそう、最近ね、ちょっと気になってるのは、ミニチュアボトル。ウイスキーのミニチュアボトルなんですけど、だいたい400円とか、まあ安いんだと250円ぐらいから、600円ぐらいで、買える。ね。響き17年とかでも600円ぐらいで買えるんですけど、ただ容量が、たったの 50cc。あれは買うべきなのか、否か。という、まあ、状況なんですけど。まあ、普通に買ったらね、響きとか6000円とかしますからね。なんか、って思いませんか。そっち買った方が、まあ、だいたい俺は酒もあまり余ってるしな。かといって、それを買ったところで、あ、うまいですってなっても、なんか、どうなんだろうな。でも、いろいろ、ね、こういう飲酒動画で上げるには、まあ、結局数をこなすんだったら、それの方がいいんではないかと。思うんですけどね。どうしようかなと。ね。ウイスキーのミニチュアボトル。すごいのだと、50cc でね、1000円ぐらいするのもあります。なんだったっけな。ものすごい高いの。ね。1000円ぐらいするのも。ありましたけど。まあでも、ね、山崎とか白州とかさ、ちょっと飲んでみたいんだけど高いんだよなっていうのを、こう、変える?味わえる?からね、ちょっと、ね、いいかなとは思ったんですけど、どうですかね。
50cc ですからね。ヤクルトが 65cc ですから。ヤクルトよりか少ないですけど、まあ。まあまあまあっていう感じなのか。まあとりあえずストレートに飲む分ぐらいは、ね。ちょっと飲む。今飲んだぐらいの量はあるのか、どうなのかっていうのもよくわかんないんですけど。うん。うん。あ、すごいのがあるわ。あの、50cc で3000とかあるわ。気違いだな、これ。気違いのレベルだな。4000とか5000とかもある。きえ！え、すごいのがあった。え、12万とかな、あるんだけど、50cc で。意味がわからない。一体どうなっているんだ、これ、この世界は。むしろミニチュアの方が高いとかないよな。12万とか、気違いじゃないのか、これ。誰が買うんだろう。ちなみに、このカナディアンクラブの 50cc がなんと2000円です。高っ！嘘！原価と同じやん。原価と同じやんって、こう、普通の値段と変わらんやんっていうか、そっちの方が高いやん。どうなってんこれ。これクソサイトだな、さては。さては、これ、ぼったくり、じゃないのか。ぼったくり系列だな、さては。まあ、でもミニチュアを集めるっていう、ね、そういうのも、なくはないですけどね。うん。ボーモア12年。あれ、ない。ラフロイグ。ない。なんだよ、ビッグカメラの酒屋。確か、いや、高かったの、マッカランじゃなかったっけな。あ、880円だ、やっぱり。これ高いわ。マッカラン12年。高え。さすがに高えな。ねえ、これ買った方がいいんですかね。まあ、どうっつっても、まあ、どうなんですかね。俺もよくわかんねえけど。ミニチュアボトルね。まあ、高めのやつはちょっと飲んでみたい。買ってみたい気はするんですけどね。なんか、それを買うことが逆に高かったりするパターンも。ね。今ちょっと欲しいのがワイルドターキーの8年なんですよ。このワイルドターキーの8年。あの、2ちゃんのスレだと、あの、ワイルドターキースレみたいなのがあるぐらい。で、その中で一番、ね、12年と8年と普通のバージョンがあるんですけど、一番やっぱワイルドターキーの8年がうまいという人がいてですね、大量に結構いるんですわ。だからちょっとこのワイルドターキー8年。なんか今だけね、なんかね、ミニチュアボトルのね、なんちゃらかんちゃらが入ってるらしいんですけど。ついてくるらしいんですけど。ね、ちょっと値段が2300円ぐらい。コスパはいいらしいです。かなり。ね、この値段で、コスパはかなり、いいらしいんですが、なんだったっけな、ワイルドターキーのね、なんかついてくるらしいんですよ。ミニチュアボトル。レアブリードか、これだ。レアブリード。レアブリードのミニチュアボトルっていう。まあ、レアブリードっていうのは、まあ、ワイルドターキーのレアブリードっていうのがあるんですけど。これね、今日探したんですけど、今日買おうかなと思って買ったらね、
このレアブリードじゃなくて、別ななんかハニーなんちゃらっていうのがついてくるようになってて、あらーと思って。俺このレアブリードっての飲んでみたかったんだけどな。できるなら。このレアブリードっていうのは、ワイルドターキーシリーズだと、もう一段階ぐらい、ランクが上の。ね、ウイスキーみたいですけど。どうだかわかんないです。ちょっと調べてみましょう。まあ、このカナディアンクラブ、まあ、普通に、飲みやすい、口当たりがいい。っていう感覚かな。うん。レアブリード。あ、一番高いやつかな。ワイルドターキーシリーズで。多分。ワイルドターキーの原酒が味わえる加水なしのバレルプルーフバーボン。バーボン。を最もピュアな形で楽しめる貴重なアイテム。レアブリーダー6、8、12年熟成の原酒をブレンドした一切の加水を行わない蔵出し原酒。ああ、なるほどね。アルコール度数が54度で、うん。蒸留所のこだわりである低い度数での蒸留、樽詰めを証明している。一回に生産できる量に限りがあり、ボトル一本一本にはバッチナンバーが記載されている高級品。はあ。で、今その12年、じゃない、8年についてくるやつが、アメリカンハニー。アルコール度数が 35.5 度。うん。ワイルドターキーをベースにした蜂蜜の甘い香り漂う。スムースで深みのある味わいのリキュール。これ最近こういう系売ってますよね。ハニー系列。蜂蜜系列。ジャック・ダニエルのハニーなんちゃらかんちゃらとかも売ってたし、いろいろなんかウイスキーになんか、そういうのありますよね。うん。ワイルドターキー8年か。ワイルドターキー13年。今12年と13年があるんですけど。何が違うんだろう。多分現行では多分もう13年になってるんじゃないか、これ。8年を買う、違う、13年よく8年の方がコスパがはるかにいいらしいです。でも、ワイルドターキーのスタンダードでも、6、7、8年熟成の原酒をブレンドしたってことは、最低6年。6年ものみたいなもんなんですね。ワイルドターキー自体が。6年、6.5 年か7年ぐらい熟成ものってことになりますね。でも見た感じ、8年と大してその、ね、あんまり年数変わってないはずですけどね。なんかそんなに味違うんだろうか。まあ言うて値段もそんな変わんないっちゃ変わんないんですけどね。普通のワイルドターキー1700円ぐらいで、ワイルドターキーの8年が2300円ぐらいかな。600円ぐらいしか違わないんですけどね。ワイルドターキー8年。カナディアンクラブ。なんか普通のカナディアンクラブよか、なんかあんまり特徴がなくなったな。というかカナディアンウイスキーってこんなんだったっけっていう、何にもなんかジャパニーズと変わんねえ気がするわ。ジャパニーズの竹鶴12年と変わんねえ気がする。竹鶴12年とほぼ変わんねえな、これ。
マジで全然変わりがわからん。どんぐらい違うのか、何が違うのか全然わからないんだけど。やべえな。ワイルドターキー8年のミニチュアボトルあったら買いたいですね。500円ぐらい。で、買えるみたいです。ロックで飲んだら化けるのかな？そうは思えないけどな。この程度の味。というか、この程度の味っていうか、まあ、竹鶴12年もこの程度の味でしたけどね。これはちょっと、別に特徴もないし、一番面白くないパターンのあれですわ。香りも特徴なし、味も特徴なし、コクも特になし。で、アルコールの味もこう、ブワッとも来ない。喉も痛くなんない。みたいな。いわゆる、なんかこれを飲んだことによる、俺の頭脳にインプットされない系列。ですね。うん。それでいて、1800円もするって。ね。高いやつを買ってんのに、俺の脳内にインプットされないパターン。一番ダメなパターンですね、これね。これだったらまだワイルド、あ、じゃあ、カナディアンクラブの無印版の方が全然うまかった。まだ、癖っていうか、なんか、ものすごい香りと、香りがむちゃくちゃ甘いんだよな、あれな。だけど飲むと全然普通なんですよ。味が。その、いわゆる、差がすごかったね。うん。ね。ということで。まあ、どうしようかな。ちょっと、山屋っていうね、今ちょっと最近、見てるんですけど、山屋っていう、ネットショッピングですね。山屋。俺がよく行く、よく行くね。まあよく行かないんですけど、酒屋があるんですけど。たまに行く酒屋に、山屋っていう結構品揃えがいい、うん、ものですね。のがあるんですけど。ここで3000円以上が送料無料なんでいいかなと思ったんですけど、どうでしょう。あんまりミニチュアボトル売ってねえな。竹鶴ピュアモルト 50ml 298円ジムビームのハニーとかって載ってるね。これ何なんだろうな、これ系の。ハニー系列。うまいと思えないんだけど。だいたいさ、これ系みんなあれなんだよ、バーボンなんだよ。全部バーボンなんだけど、蜂蜜加えてる系って。バーボンってもともと甘いでしょ。ウイスキーの中で一番甘いもんだと俺は思うんだけど。それにさらにハニー加えて何がしたいのっていう思うんだよね。うん。一体何を、さらに甘いのを求める層向けのあれなのかって。あ、そうですか。と言わればそうなんですけど。仕方ないね。それは。それは知らないけどね。まあ、とりあえずっと。うん。
山崎、よく白州の方がうまいらしいです。俺のいわゆる32歳のあのおっさんが言うには、俺の会社のね、白州の方がうまいらしいです。実際のところ知りません。飲んだことないですから。ね。まあね。白州とか山崎が 350cc で1680円。うん。高いな。高いけどまあ、350cc ぐらいか。うん、まあいいや。とりあえず、うん、カナディアンクラブは、うん。これは絶対おすすめしませんね。これはひどい。としか思えない。今のところ。まあ、今度ロックで飲んだらまたちょっと、ロックで飲んで、気が変わったらまあ、あれしますけど。まあ、別に香りもそんなに強くないしね。香りも強くないし。まあ甘みはそれなりにあるけど、コクも特にないしな。おすすめ2だな。はい。3432です。これは飲まない方がいいでしょ。値段1800円でこれだったらもう、ひどい。ということでご視聴ありがとうございました。